おはようございます。最終パートやってきました。3年目夏9日ララさんの誕生日やっていきましょう。昨日牧場紹介に時間を取られすぎてしまってすっかり忘れていましたが、今日雑貨屋で青い羽を購入してそのままプロポーズしてイベントを見て終了となります。まあプロポーズしたら1週間後にあれが来そうですけどね。あ、収穫できるようになってる。これ結局何だったっけな。ちょっと収穫してみるか。よいしょ、アーモンドでした。キノコ畑の左側はアーモンド果樹園になっています。身軽になりました。持ち物は万が一何かあった時のためにプレゼントができるようにおしゃれなバングルを1個だけ持ってあります。それでは雑貨屋さんに行きましょう。頼もう、アンジェラさん。買い物しに来たよ。青い羽、プロポーズした相手に渡すことができる。ハートの数10個になって全てを体験した状態だったら OK ですね。6ハウス以上でいけるっていうのがね、なかなか優しいですよね。購入。これ1個ずつだけなのかな。でも複数買えるっちゃ買えるのか。ありますね。では行きましょう。ラーラさんいるかな。お、イオリくんがいた。お、ちょうど出勤途中ですね。朝一行きましょう。グエンさんがちょっと聞いてるかもしれませんが、大事な話があります。草刈りって地味に大変なのに手際いいね。あなたの後には草がないわ。なんでこんな草が生えることを言ってくれるのかわかりませんが、ちょうどこの草刈りのレベルが10になった反応を見せてくれたようですが、行きましょう。青い花を渡す。いけるよね。これって、ちょっと待って。心を落ち着ける時間をちょうだい。これは前にもあったな。あれ？なんだったっけな。仲良し状態というか、その、恋人状態になるフラグナイテムを渡した時も同じこと言ってたんだったっけ？大丈夫かな？来たね。ありがとう。こういうのって、こういうの運命っていうのかな？初めて会った時からこの瞬間を待ってた気がする。最初は、ジャコポが、海に落とした財布を俺が代わりに、拾いに行こうとして、溺れているところを助けてもらったんだったな。ジャコポが、ねえ、俺の財布取ってきてくれよって、言いつつ、あいつが勝手に海に入ったんだよとかって、ふざけたことを抜かしていたあのイベントだったな。お！そして、答えはもちろん OK よ。ねえ、このことお母さんに知らせてもいい？シドニーさん、挨拶しに行くか。そして、ビクトル町長にも説明しに行くんだね。ビクトルさん、電話を起こしてください。構わんよ。事情飲み込めてんのかな？おぉ、見ている。めっちゃ見てる。親子揃って。もしもし、お母さん？運命の人を見つけたの。めっちゃ後ろでにこやかに見てんな、俺。運命の人？声が聞こえないだろ。うん、わかった。ありがとう。今の相手。今の話、相手は今か？とにかくおめでとう。やったな、もう、ララ。こうして街中に話が広がっていくんだろうな。どうしたんだ、ララ。今も一緒に。お父さん。さっきね、お母さんに電話しておめでとうって言ってもらったの。シドニーがおめでとうって？一体何の話だい？鈍いな。私この人と暮らすことに決めたの。お父さんも賛成してくれるよね？そうなのか、ララ。もちろん賛成だと思う。こういう時はどうすればいいんだ？私が緊張してきたぞ。そうだ、お祝いの言葉、おめでとう、ララ、今。最初にそれが出てくるあたり、やっぱり優しい人だよな、この人。これから朝ごはん自分で用意してね。そんなことを気にするな。一応食材屋の店主だぞ。お前は自分の幸せのことだけ考えたらいいんだ。このほがらかな笑顔がよく似てるな。ということで、プロポーズが達成できましたが、これは多分予定表を見ればわかるかな。交際は順調に続いている状態になってますが。ん？特に何も書いてないか？14日はサマーフェスティバルだよな。ん？これでいいんだったっけ？なんか式典とかってないんだったっけ？ちょっとお話でもしてみるか。
それとも家に帰ったらなんかわかるかな。ローラさん、うん、嫌なことがあったら海で泳ぐんだ。そうじゃなくって、採掘も上手だなんて。そうじゃなくって、おしゃれなバングルあげるよ。そう、誕生日のプレゼントです。うん、よくわからん。とりあえずプロポーズ自体は成功したということで、一旦家帰ってみよう。それでどうなっているのかを見た方が早いでしょう。ちなみに一ヶ月後に何かあるとかではないのか。少なくとも手帳やカレンダーには記述はないっぽいね。一旦お家帰ります。お家帰る。さあ、プロポーズして帰ってきました。ポテト、結婚したよ。メイ、結婚したよ俺。この豪華な家、今までは3人暮らしだったが、これから4人暮らしになるね。それでは、なんかね、いろいろ PV とか見ていた感じ、その CM とかでちょろっと流れてみた感じ、結婚式みたいなのがあると思うんだよね。そうでなくても、まだお家にね、ララが来てない感じなので、翌日になったらどうなるかをちょっと見てみましょうか。今日はもう寝る。お、来ましたね。ビクトル所長、朝早くからすまんね。ララとの式の日程の件だが、君の意見を聞きに来たんだ。ああ、その前に改めておめでとう。ララと二人で歩む人生、心から祝福しておるぞ。それで日程なんだが、ん？選べるんだ。夏の月16、17、18。なぜこの3日間なんだ？1週間後、ちょうど1週間後か、1週間プラス1、プラス2ってことか。まあそうか、結婚記念日が何曜日になるかっていうのは結構気になるところだもんな。そういう感じなのかな。日程ね。まあとりあえず丸1週間後にするかな。わかりやすく。よいしょ。なるほど、式は。夏の月16日月曜日にあげると。本当にそれでいいんだな。ちょっと待ってね。9日と、このプレイヤーの誕生日が夏25なんだよね。ちょうどぴったり間にはできないかな。差は16だから18?18 にしたらちょうどど真ん中になる ?9 日後。いやでもど真ん中にはならないか。8日後。あー、17日だとちょうどど真ん中になるな。そういうのやってみる ?17 日火曜日。9日から8日後。で、17日から8日後っていう感じ？まあ、せっかく選べるんだし、そういう感じにするか。1週間後になるかなとは思ってたけど、選べるんだったらね、これにしよう。お願いします。うむ、わかった。では、夏の月17日で手配しよう。それともう一つ、式で着る衣装についての話。おお。そんなところまで選べるの？カリーナに頼んで君の分を用意してもらった。今から見に来てくれんかね。衣装合わせか。お、色を選べるのもしかして。おお。4種類あるね。さて、この中から好きなものを選んでくれ。さて、おお、時間は止まってるね。これにする。まあ、なるほどね。見た目がボーイッシュだからといって、こういうの着ちゃいけないわけじゃないもんね。ただね、やっぱり、その、コントラストがあると思うんで、ララにこういうの着てほしい。ララさんにこういうの着てほしいので。じゃあそれに似合いそうな、こっちにするかな。黒か白か。でもこっちは両方白だったら、合わせるんならこっちかな。これにしよう。いくよ。右選んでないよな。合ってると思うけど。うむ、わしもそれがいいと思っていたぞ。それじゃあ式の当日を楽しみにしておるぞ。へえ、あそこ選べるんだ。なんというか衣装一択だと思ってたからちょっとびっくりしたね。台風なんですけど、朝一で暗いとかじゃなくて大嵐だったんかよ。なんとも言えねえタイミングだな。まあいいや、とりあえずもうあとは結婚式を待つだけなので寝て過ごします。花からそのつもりだったんで。17日、まあ朝になったタイミングで起こしてくれるとは思うけど、確認だけしておこうかな。17日だね。予定表書いてないけど。さあ、やってきました当日。
みんな集まってんな。ご本、今日はこのめでたき席にご列席いただき、誠にありがとうございます。これよりイモ君とララ君の婚姻の儀を取り行わせていただきます。儀は、人前式、すなわち、皆さんの愛に溢れる祝福をもって二人の仲を承認する形で行います。立ち会い人となっていただく皆さんには、二人で築く未来をどうか末永く見守っていただきたい。では、お待たせいたしました。イモ君とララ君の入場です。どうぞ皆様、盛大なる拍手を。ちゃんとしてるね、結構。おお。髪型もいつもと違うね。なかなか似合ってんな。では、この町の習いに従って、町長であるわしより、二人が守るべき三つのルールを伝えよう。何その、大事にしなくちゃいけない三つの袋みたいな。一つ、常にお互いのことを気にかけること。これからはもう一人ではないぞ。二つ、他の誰よりもお互いを信じ守ること。何があってもまずは家族が大事。そして最後に、お互いの幸せを己の幸せとすること。そうすれば幸せも二倍になる。このルールを守ると誓えるか？誓います。守ると誓うか？黙ってないでなんか言え。誓います。よろしい、二人の未来を祝福しよう。若い頃の母さんそっくりだ。おめでとう二人とも、心から祝福するわ。これからは何かあったら芋に相談するのよ。そういえば、美咲さんになんか愚痴とか、いろいろ相談とかしてたもんな。では、この町のしきたりに従い、誓いの主に署名を。さらさらさらと。では、芋くん。はい、さら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 と。それでは皆さんの拍手をもって二人の誓いへの承認とさせていただきます。ああ、いいじゃないの。そしてここでスタッフクレジット、やっぱり流れたね。はい、ということで、牧場物語オリーブタウンと希望の大地。長く気にわたる予定ではパート100ぴったりで終わってるはずですが、パート100にも及ぶ動画シリーズ、今回で最終回となります。いやー、いかがだったでしょうかね。なかなか楽しめたなという感じですね。そのいろいろクラフトをして牧場を自分で開拓しては作っていくという全く新しい牧場物語ということで、いろいろ戸惑いとかもあったりとかしたと思いますが、個人的にはなかなか楽しめたいいゲームだったんじゃないかなと思います。ちょっとね、発売当初とか今でもそう思っている人もいるかもしれませんが、バグとかね、仕様のめんどくささとかも相まって、なんというかこのゲームにあまりいい印象を抱いてない人も多いと思いますが、やってみるとそんなことはなかったなという感じですね。まあ今アップデートでだいぶ改善もされていますし、気になったなとかちょっとやってみたいなと思った人は気軽に手を取ってやってみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとここまで来るのに100時間以上かかってるので、気軽にやるというにはちょっと時間のかかりすぎるゲームな気もしますが、長く遊べるゲームを探しているということであれば文句なしの一作なんじゃないかなと思います。クラフト要素とかはな、別のゲームになっちゃいますけど、テラリアとか前に遊んでたことがあって、そういうのを思い出しながら楽しめてやれたんで、この牧場物語と、まあなんだろうな、合ってるかどうかとはともかく、なんか意外と面白い要素として綺麗に組み合わさっていたんじゃないのかなと思います。特にさっきのアップデートの話だと、序盤結構進めるのは大変だったと思うんですよ、このゲーム。アップデートの前はね。なんというか、これ最初の方で時間がかかりすぎて、こんな時間かかるんだったらなーって言って、鳴り出してしまうというのもあったと思いますが、アップデートの改善でね、最初の方、序盤の方を進めるのがだいぶやりやすくなったなーという印象になったので、まあ今でもそうではないと思う人もいるかもしれませんが、多少はやりやすくなってると思うので、ぜひね、遊んでみてほしいと思います。実際ここまでやったからこそ言える、面白かったと言えるので、まあなんか中途半端な評価のままで終わってほしくはないなという感じがしますね。一応この後もアップデートが控えているらしいですし、そこまでしてくれるんですからね、それを全部込み込みで受け取った上での評価がこのゲームになされるといいのかなと思います。
で、最後までララさん一筋で行きましたが、このゲーム、パートナー候補が、まあ、男も女も含めて、何人も いますので、ね、まだまだ楽しみ方はいっぱいあると思いますし、牧場全力で作りましたが、あれが正解ではないですし、もっと自分だけの全く違った牧場を作ることもできるし、楽しみ方は人それぞれあると思いますので、ぜひね、これからもやっていきたいと思います。いろいろやってみたいこともありますしね。まだまだ個人的にこのゲームを遊んでいく予定です。あ、そうだ、あとダウンロードコンテンツあるんだったな、このゲーム。まあその前日の先に述べた通りの評価がされていたということで、こっちのダウンロードコンテンツに関してもあんまりいい印象はないような気もしますが、まあじっくりと遊ぶ過程でそちらにも手を出していけたらなと思ってます。あとなんか言うことあったかな。ちょっと待って、この達成感で言葉が出てこない。あー、やりきったなーっていうこの感じ。じっくりじっくりことことことやってきたもんでね、なんか終わってしまったなーという感じがありますね、これ。さあ、ということでエンディングが終了したので、おはようございます。夏の月18日やっていきましょう。お、なんか家具増えてる。ララのチェストだって。なるほどね。いわゆる嫁入り道具ってやつですね。というか、この辺の家具紹介してませんでしたが、おこじょ系の家具と、不思議なぬいぐるみと、この辺はなんか、子供がいたら遊んでいるスペースみたいなイメージで作ってあります。まあ、この辺の落ち着いたラグはなんとなくの数合わせですが、この辺はちょっと知的な雰囲気を醸し出すように置いてある、ものですね。熊だけちょっと浮いてますが。そして、おー、いるね。ご飯食べてる。うん。虹色になってる。仕事なんか行かないでずっと私、あなたのそばにいていい？ダメでしょ。これでどんな感じになってんの？お、ちょっと増えてる。ハートの数が条件増えてる？以前と変わらず、海と魚とオリーブの実が好きで、オリーブタウンでの暮らしを何よりも大切にしている。なるほどね。ということはこれ、この上限が増えたハートのところも増やしていくとなんかあったりするのかな？まだまだ色々とやれることはつきませんが、では、ここまでと宣言しておいた通り、この牧場物語、オリーブタウンと希望の大地は、ここまでとさせていただきます。はい。ではここまでのご視聴ありがとうございました。